ナンンンバーアンダーラインアダライ結成9ヶ月岸くんの誕生日も間近に迫るファン必見の最新ニュース中居正広が絶賛ナンバーアンダーラインアイのザタイムでの感動的パフォーマンスを振り返る7月15日結成から9ヶ月を迎えたナンンバーアンダーアダインアイの皆さんおめでとうございますいつも ILYs のファンたちに寄り添い応援してくれる姿勢に感謝しています 今日は朝からビジュアルも素晴らしく皆さんの姿を見られて幸せでしたありがとうございます岸君の誕生日も近づいておりファン一同楽しみにしています先日音楽番組「ザタイムでナンバーアンダーラインアイが出演しそのパフォーマンスが放送されました特に注目を集めたのは中居正広さんがカメラマンの列まで来て ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを間近で見てくれたことです中井さんといえばスマップのダンス番長として知られ司会者としての印象が強いかもしれませんがそのダンスへの情熱は今も健在です彼がナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスに見える姿を見て多くのファンが感動しました中井さんはスマップの一員として数々のヒット曲を生み出しパフォーマンスでも観客を魅了してきました 彼のダンススキルは群を抜いており、その影響力は今もなお強く感じられます。そんな中居さんが、ナンバーアンダーラインアイのボンやゴートの MV を見てくれていたこと、そしてそのパフォーマンスを直接見に来てくれたことは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーにとっても大きな励みとなったことでしょう。中居さんが特に興味を持ったのは、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスの力強さと一体感でした。彼らのダンスは、 ただ技術的に優れているだけでなく、感情を込めた表現力が際立っています。中井さんがその場で見入ったのも、その熱意と情熱が伝わってきたからに違いありません。ファンたちもまた、その瞬間を共有できたことを喜んでいます。また、岸くんについても少し触れたいと思います。岸くんは、キングプリンス時代からその謙虚な性格が噂になっており、 特にジュースを200円以内でしかおごらないというエピソードは有名ですこのようなエピソードからも彼の人柄がうかがえますナンバー・アンダーライン・アイとして新たなステージに立ちその成長を見守るファンにとっても彼の謙虚さは変わらぬ魅力の一つです最近のパフォーマンスを通じてナンバー・アンダーライン・アイのメンバーはさらに進化を遂げています彼らの努力と情熱は ステージ上での表現力に直結しており、観客を引き込む力があります。中井さんがそのパフォーマンスを間近で見たことは、彼らにとっても大きな自信となり、今後の活動へのモチベーションにもつながるでしょう。さらに、音楽の日に放送された n o ーアンダーラインアイのパフォーマンスは、多くの視聴者に感動を与えました。中井さんがカメラマンと同じ列まで来て見ていたという事実は、 彼らのパフォーマンスがいかに注目されているかを物語っています。若いファンからも中井さんの存在感と影響力が強く感じられ、その姿に多くの人が感動しました。中井さんが見せた興味深い瞬間の一つは、パフォーマンス中に微笑みながらリズムに合わせて体を動かしていたことです。これは、彼が心から楽しんでいる証拠であり、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーもその姿を見て大いに励まされたことでしょう彼らがこれからもさらなる高みを目指して活動を続けることを期待しています今回のパフォーマンスを通じてナンバーアンダーラインアイはその存在感をさらに強く示しました中井さんのような大物が彼らに注目しその才能を認めてくれたことはファンにとっても嬉しい出来事ですこれからも彼らの成長を見守り 応援していいきたいと思いますさてここで一つ考えてみたいのはなぜ中井さんがこれほどまでにナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスに引き込まれたのかということです彼は長年にわたって数多くのアーティストと共演しそのパフォーマンスを見てきましたその中で特にナンバーアンダーラインアイに注目した理由は何でしょうかそれは彼らのパフォーマンスに対する真摯な姿勢と 観客をを魅了する力が他のアーーティストとは一線を隠ししていたからからもしれませんナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは一見シンプルに見えるかもしれませんがその背後には多くの努力と情熱が詰まっています彼らのダンスはただ技術を見せるだけでなくストーリーを伝える力があります観客に対して感情を伝えることができるダンスは見ている人に深い印象を与えます 中井さんがそのパフォーマンスを見て感動したのも、そのストーリーテリングの力が大きかったのではないでしょうか。また、ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれの個性がパフォーマンスに反映されていることも、中井さんが注目した要因の一つです。彼らは各自の特技や魅力を最大限に活かし、一つの作品としての完成度を高めています。そのバランスと調和が、観客にとっても心地よいものとなっています。 中井さんがその点に気づき、彼らのパフォーマンスに引き込まれたのは当然のことかもしれません。中井さんが見守る中でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、彼らにとっても大きなステップとなりました。これからも彼らの成長を期待し、応援していきたいと思います。ファンの皆さんも、一緒に彼らの進化を見届けましょう。これまで述べてきたように、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスには多くの魅力が詰まっています。彼らの真摯な姿勢、技術の高さ、そして観客に対する感情の伝え方は、見ている人々に深い印象を与えます。中井さんのような大物がそのパフォーマンスに注目し、感動したことは、彼らの努力が報われた瞬間と言えるでしょう。しかし、この出来事を機に、ナンバーアンダーラインアイがさらに飛躍するためには、 どのような課題があるのでしょうか。一つの大きな課題は、常に新しい挑戦を続けることです。音楽業界は常に変化しており、ファンの期待も日々進化しています。ナンバーアンダーラインア i はこれまで素晴らしいパフォーマンスを見せてきましたが、今後もその期待に依頼続けるためには、新しいアイデアや表現方法を取り入れていく必要があります。彼らの創造性と努力が試される場面は、 これれからも多く訪れるでしょう。また、個々のメンバーの成長も重要な要素です。グループとしての調和はもちろん大切ですが、それぞれのメンバーが自身のスキルを磨き、新しい一面を見せることも、ファンにとっては大きな魅力となります。例えば、ダンスだけでなく、歌や演技、その他のパフォーマンススキルを磨くことで、さらに幅広いファン層にアピールすることができるでしょう。 中井さんが注目したように、彼らのパフォーマンスには感情が込められています。これをさらに深めるためには、自身の経験や感情を表現する力を養うことが必要です。彼らがどのようにして自分たちの感情をパフォーマンスに反映させているのか、その過程をファンと共有することで、より一層の共感を得ることができるでしょう。ファンとのコミュニケーションも欠かせない要素です。 SNS やファンクラブを通じてファンとのつながりを強化し彼らの意見や感想を取り入れることはパフォーマンスの質を向上させるための大きなヒントとなりますまたファンイベントやライブを通じて直接交流する機会を増やすこともファンにとっては大きな喜びですここで一つ興味深い質問を考えてみましょうエンターテインメントの世界において どのような要素が観客にとって最も魅力的なのでしょうか技術の高さ、感情の表現、ストーリーテリング、そしてファンとのつながり、これらの要素が組み合わさることで、パフォーマンスはより一層魅力的になります。ナンンバーアンダーアダラインアイがこれからもその魅力を追求し続けるためには、どのような新しい挑戦が必要なのかを考えることは非常に重要です。最後に、 ナンバーアンダーラインアイの今後の目標について考えてみましょう彼らがどのようなビジョンを持ちどのような目標を設定しているのかを知ることでファンもまたその目標に向かって一緒に歩んでいくことができます彼らが描く未来のビジョンにはどのようなパフォーマンスや活動が含まれているのでしょうかそしてそれを実現するためにはどのような努力が必要なのでしょうか